突然ですが、ダラッと格闘雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは着込みながらかな。まずこちらですね、昨日も一度やらせていただいたんですが、短い動画の方だとあんまり再生回数も回ってない気がしますので、もう一度というところで訂正ですね。昨日私、くるみさんと川村夏樹さんの動画でライジン38で川村夏樹さんが堀口恭司選手の応援シートに座っていたという話で、くるみさんは堀口恭司選手のことをファイターとして好きで、男性としてはまた別だよねと言ったようなことを言った時に、川村夏樹さんが私もですと言ったので、ああそうなのかと思って、二人とも堀口選手をそう見ていたのか、女心は難しいという話をさせていただきましたら、その後その動画に川村夏樹さん本人からコメントをいただきまして、ちょっと誤解なきようにそのまま読まさせていただきますと、これ文章ね、全部読んじゃいけないと思って昨日要約でやらせていただいたんですが、そんなことないですね。全部読んだ方が誤解なきようにというところでいいかなというふうに思いまして、ダラッと格闘雑談チャンネルさん、いつも楽しく見させていただいてます。笑い。動画の件、上げていただきありがとうございます。くるみさんとの動画の件ですが、私もですが、と言ったのは、ライブを見て私も視聴者の方もそう思ったのでは、という意味で、私の気持ちは変わっておりません。以上です。笑い。はい、ということでして、一回この件では読み間違えているので、どういうことかとは私なりの解釈は今回はやめまして、この通りになります。でも私の気持ちは変わっておりません。以上、笑い。この辺が嬉しいじゃないですか。ということで、見守らさせていただきます。失礼しました。こちらはライジンコンフェッションズ105、スーパーライジン編。見ましたでしょうか。4試合で30分という尺、超大作でしたね。まずメイウェザー軍団、総勢50名で来日。移動の際の護衛車9台。本人宿泊のスイートルーム、総額500万円。滞在中の食費3000万円と文字で出まして、護衛車と宿泊費はライジンが出してるとしても、50名を1人で面倒見るのはいくら稼いでても金遣いも荒いし、さすがにいつかパンクするんじゃないですか。それとも本当にそういうレベルにないんですかねと、はい、私の余計な心配から入りまして、まずは三浦孝太選手のパートで、勝利した後、コータズ・グランドファーザーとテロップが出た人とハグをしている映像が出て、つまりおじいちゃんですね。でも名前が、ナヤ・ノブオと出てまして、どっかで聞いたことあるなと思っていたら、それは私が思ってたのは、ナヤ・ノブオじゃなくて、ヤナ・ノブオでした。はい。青汁の、まずい。もう一杯の悪役紹介の。でもお母さんは設楽で、お父さんが三浦なのに、なぜナヤ？と思って調べてみたら、キングカズさんの両親は離婚してて、お父さんがナヤで、お母さんの方が三浦だったそうです。あと、おじいさんすごい人らしくて、でもペラペラ話すと消されそうなんで、そういう系の。興味のある人は各自ググってみてください。信憑性は不明ですが、いろんな記事が出てきました。動画だと後ろ姿だけなんですが、写真だけでもドンのドンって感じで、ただものじゃない感はすぐわかると思います。ワンピースで言うと、本当ルフィのおじいちゃん、ガープの貫禄といった感じです。そして1試合目が終わり、パッキャオ氏が朝倉未来選手のところに来て、軽く声をかけに来た時に、まあ登場した時にですね、名前が英語表記で出たんですが、それが PACQUIAO で、中に Q って入ってたんですよね。私意外と初めて知りまして、名前に Q って入るって、野菜で言ったら多分あとクワイぐらいしかないんじゃないでしょうか。クワイって多分30年ぶりぐらいに言葉に出しましたが、クワイがしかも Q 表記かどうか知りませんが、パッキュワオだったようです。よし、ここまでまだ格闘情報なしだな。でここからなんですが、2試合目、吉成名高選手、今回の作戦は三日月で自分の中のお気に入りの角度で決めることができたと。そして相手を圧倒して勝利して、今の日本の格闘技の状況だと、ムエタイの選手がキックボクシングをやることはあっても、その逆、キックの選手がムエタイをやることはないので、肘ありの面白さも普及していきたいと思いますと。ここは梅野源氏選手と2人、ムエタイの伝道師となり、じわじわ今後馴染んでいくかもしれませんね。確かに MMA は何でもありで、最強だからというところに魅力を感じている人も多いと思いますので、その考えでいけば立ち技ではもちろん肘があるルールの方が強いわけですからね。でもまだ肘ありに
慣れてないので、肘はしかもね、あっという間でいつ出たかとか、どのタイミングが最もいいのかとか、その全貌が分かってないので、その辺の見方の方は、このお二人の活躍を筆頭に今後突き進めていってほしいところですね。あと、梅野源氏選手のやばいだろのシーンも使われていて、伝説はここから始まった感ありました。そして、浩二選手のパートで、試合前、モテてしゃあないは卒業したんで、世界の女性を幸せにしたいと言っていて、何の話してんのと思って聞いていたら、浩二選手も何の話やねんって自分で突っ込んでおりました。いや、大体ね、人間ある程度の望みが叶ってくると、その後急に段階を踏まないで一気に世界中の人たちをとかになりがちなんで、まずですね、自分の半径3メートル以内の人を幸せにしたら、その後はとりあえず、まあ大きくても本当は町内とかから行ってほしいんですが、市町村で行こう。はい。で、その後、県とか行って、東海地方とかね、中部地方とか地方行って、日本行ってと、ここは段階不毛。はい。まあ、それこそ何の話してんだって話になっておりますが。そしてなんと、ジジ選手ですね、メイウェザー選手を見習ってか、試合前にですね、コメイウェザーとなりまして、小さいメイウェザーですね、コージ選手のところに来て、グローブ。コージのところには10オンスって来てたか知らんけど、うちのところには12オンスって来てたので、12じゃなきゃやらんと。それが正当なものなのか、ごねてなのかわかりませんが、それを受けて浩二選手は笑顔で、もう何でもいいっすや、と受け入れていて、ここはかっこよかったですね。とりあえず試合成立させないといけないし、というプロ根性が垣間見えました。もちろん中止なんて許されるはずもなく、遅延もできたらしない方がいいですからね。そしてここは結果わかってるんで、嬉しいですね。G 選手は浩二選手のパンチで鼻が折れてしまっていたようです。試合が終わり、控室で浩二選手はジジ選手のところにさっと駆け寄り、ジジありがとう。ソーリー怖かった。ジジのおかげで盛り上がった。というと、ジジ選手は、君がヒールを演じていたのは分かっていたよ。こんな機会を与えてくれてありがとうとハグしておりまして、これは、プロレスって言うんじゃないの？こういうの違う？ただのノーサイドですか？はい、失礼しました。そして朝倉未来選手 VS メイウェザー選手、花束のシーンはカットでしたね。ちなみに過去、久保優太選手 VS 柴田さんの試合もなかったものとして、ライコン未収録となっておりますね。そして試合は朝倉未来選手が大きく当てた2発を分かりやすくスローで見せてくれて、結果は皆さんご存知の通りで、ゴングの後2人はハグ。しかし控室に戻る廊下でメイウェザー選手は朝倉未来選手に対し、あの野郎、試合中ニヤニヤしてカッコつきやがって、その顔をぶん殴ってやったよ。やつの振りがでかくなってきて隙ができてきたんだよ。それが分かったから、スピードと正確さに気をつけて確実に当てたね。いつだってやろうと思えばダウンを取って KO できるんだ。そこまで強く打ってない。その前から聞いていた。俺たちはでかい仕事でここに来てるんだ。ミスできないだろ、と。あんなに世界中誰もが知ってるぐらいすごいのに、さらにマウントを取ってきてました。でも私よく思うのは、一線で活躍してる人ってプライドがすごい高くて負けず嫌いとも言うかもしれませんが、俺がナンバーワンっていうのに固執してる人多いですよね。手塚治虫先生も一番売れてる漫画家にこだわっていたので、長者番付で2位になった時に、僕は1位が良かったのに、なんでもっと税金払わなかったんだって言ったという逸話も残っていますからね。そしてメイウェザー選手は朝倉未来選手を呼び出しまして、俺たち2人でペーパービュー売りまくったんだ。とてもタフだったよ。あなたが好きになりました。俺たち2人でエキサイティングな試合を作った、と声をかけ握手し、朝倉未来選手からは何もなかったですが、軽く頭を下げ終了となりました。朝倉未来選手、頭も痛いって言ってたし、 KO されたところの記憶がなかったそうなんで、ちょっとぼーっとしていたのかもしれませんね。でもライジンの運営ってそんな役回りですよね。試合組んだ時はこんなのクソマッチメイクだとか言われて、終わってみれば満足する大会だったこともかなり多くて、でも誰もその前にディスってたことは忘れて、まあ忘れてるのはそれはまだいいんですが、次にまた本ちゃんの格闘技から少し離れた試合を組むとまた批判されてっていうのをね、永遠と繰り返してますもんね。誰も謝ってくれないですもんね、一回ディスったことは。なのでもうやってる方としては、そこの批判は最初から
ディスられてもディスられてもしゃあない音符と織り込み済みでやっているんでしょうね。でもまた次コージ選手 VS ジジ選手みたいな、ジジ選手とかその場しのぎ感が強いカードが来たら行ってしまう気持ちもわかりますが、はい。でもそう思うとコージ選手、ジジ選手、朝倉未来選手、メイウェザー選手のプロの仕事のおかげで成立したということなんで、これからは実力差とか茶番度で見るんじゃなくて、そのファイターがプロの仕事をできる人かどうかで見ると、当たり外れが見極められるようになるかもしれないですね。続きまして、こちらは電撃発表があったライジン39の追加カード、久保優太選手、奥田圭介選手の久保優太選手が動画アップしてくれております。サラちゃんも隣にいて、おーレッツゴーサラ、以下略で久保優太選手、10ヶ月ぶりの試合、ご迷惑おかけしたり負けたりしてがっかりさせてしまいましたが、もう一度男としてライジンのリングに立ちたいと思います。復活の機会を与えてくれて感謝している。止まった時を動かせるのは自分だけ。バッチリ勝って久保優太は強いんだぞというところを見せたい。サラちゃんにかっこいいところも見せたい。これまでは勝つところばっかり見せれてたけど、さすがに今はこのままじゃまずいと奮起している。キックボクシングに戻った方がいいとか、ボクシング行ってた方が良かったとか言われるが、このままじゃ終われない。3連敗もしたことないので、死に物狂いの姿を見せたいと。サラちゃんは、本気でやってダメだった時は慰めているけど、そうじゃない大晦日とかは慰めなかった、だから今回は頑張ってよと。サラちゃんって芯ついた発言しますよね。やっぱこれなんですよね。いい加減なこと言ったりチャランポランな発言があっても、たまに芯食うことを言ってくれると、そこでその人の話をちゃんと聞いてみようかなってなるんですよね。もうこの人の話いいやっていうのと、ちゃんと聞いてみようかなの分かれ目には、このたまにちゃんとした芯食うことを言う、これがあるんですよね。でもこれはもう天才バカボン戦法と言いまして、赤塚不二夫先生は狙ってやってたところでもあるんですけどね。そして久保優太選手、一切の油断はないし勝てると思っている。言葉は悪いが全力でコロピに行くと言っておりまして、久保優太選手がよく言っているアイオブザタイガーロッキーですね、獲物を狩る虎の目になっておりました。ちなみに5年前に柴田さんと奥田圭介選手、柴田さんの YouTube からめちゃめちゃ怖い人と戦ってきましたというタイトルで、見せる系の試合ではありますが、2人リングの上で相まみえておりまして、そこでは奥田選手が勝利しております。なので久保優太選手が勝てば、まさかの三つどもえの戦いという図式になっていきますので、久保優太選手 vs 柴田さん、大晦日あるかもしれないですね。柴田さんが少し前にしていた、もしかしたらライジン出禁になってるかもっていう、あれが振りにしか見えないんですよね。私でも最近勝敗予想ちょっと触手気味だったんですが、この久保優太選手と奥田選手のは気になるかも。久保優太選手やっぱタックル来られたらきついのかね。まあポイントはそこですよね。久保優太選手はその後、お待たせしました、もう一度輝くために全身全霊で戦って必ず復活しますとツイートしておりまして、今一緒に練習している梅野源氏選手の方は、優太くんの方も試合決まったよ、投手と格闘技界の王者を応援するしかないだろと SNS に投稿しております。ちなみにサラちゃんのお兄ちゃんブレイキングダウンに応募していて、その動画も取り上げられていたんですが、落選してしまったようです。現在サラニー（落選2期）という名前に変えてツイッターやっております。サラちゃんは笑った、落選2期ダブルとだけ昨日ツイートして、久保田選手の試合のことには触れておりません。そしてドミネーター選手との試合が近づいてきている平本蓮選手、昨日こんなツイートしております。某地下格なんとかダウンに出てるやつらって全員総じてなんかキモいから嫌い。この間のライジンの会場でライジンの選手よりも生きってて、キモさ10倍くらい増したもん。これからライジンの会場であの気持ちの悪いすかした鬼面組に遭遇したら、本物の格闘技ファンならあいつらに中指を立ててやりましょうと。鬼面組ってハイスクール鬼面組のことかな、知ってんのかな平本蓮選手。すごい嬉しいんですけど。あとですね、これこの間もね平本蓮選手ツイートしてましたが、実際どうなんでしょうね、歩いてるところとかちょっと自分の目で確認してみたいところでもありますが。そしてこちらはついに発表と言っていいんじゃないでしょうか。12月25日のパンクラス横浜武道館、フライ級のタイトルマッチ、チャンピオンサトル選手 vs 鶴谷玲選手になります。
パンクラス公式からまずはこのような声明が発表されております。レイ君はこれから日本を背負っていくような選手だけど、堀口選手が UFC に行く前に上田正勝さんが唯一黒星をつけたように、僕もそんな上田さんのような立場になりたい。それが自分の役割だと勝手に思ってます。自信はないけれど、レイ君が UFC に行く前に一度だけ負けを経験してもらいます。釣りはレイ選手、20年前父親がここで引退し、19年前一番弟子が初めてベルトを巻いたち、俺がやるしかないだろ。さらにサトル選手のツイッターでは、初防衛戦が発表されました。レイ君は本当に強い選手ですけれど、ここで一度だけ敗北を経験してもらう。パンクラスの王としての役割を果たす。5分5ラウンドのスタミナ地獄に付き合ってもらいます。絶対に見に来てよかったと思える試合をします。当日は横浜武道館に来てください。辻谷玲選手、タイトルマッチ決まりました。全力で潰しに行きます。応援よろしくお願いします。岡田亮選手、それを引用リツイートして、チャレンジャー辻谷玲と。そしてこちら秀逸だったのが、パラエストラ千葉ネットワークとも大変縁の深い漫画家のモンモンモンなどの角丸先生、大久保博正選手の結婚式などにも出席しておりまして、今回の釣り谷玲選手とサトル選手のポスターを引用リツイートして、デスノート VS 光の碁って感じだなと投稿しておりまして、これ見てもらわないとちょっと分かりにくいかもしれないんですが、サトル選手の方がまず頬がこけていて、デスノートの死神リュークにそっくりで、で釣り谷玲選手の方が現在真ん中分けで前髪だけ金髪に染めていて、光の碁の光っていう感じなんですよね。しかも角丸先生含め全員ジャンプ作家同士というところに、さらに私はグッときました。 SNS などで検索かけて探して見てみてください。そしてこちら、同じくフライ級の U ディープチャンピオン新龍誠選手、略して新龍誠選手なんですが、ツイッター、明日か明後日に面白い発表できそう、今年は攻めまくりますと投稿しております。これには竿本来たとか、ライジンじゃなくて海外団体だと嬉しいですなどのコメントがついておりました。こちらは昨日の夜1時15分なので、もう今日になるのかもしれませんが、から始まった平田樹選手のインスタライブの模様になります。アメリカはその時昼の12時15分だったようです。バナナ、蜂蜜、ヨーグルトを食べながら、あとお芋ですね。英語でのコメントもたくさんついていて、向こうでの人気急上昇も伺えました。まず荒れてた肌に関してはだいぶ治ってきた。ニキビは寝れば治るんだよ。次の相手はもう決まっている。オファー来て速攻やりますって言った。やばい相手、試合直前の発表になると思う。そしてライジンのトーナメント、あんまペーパービュー売れてないらしいよって言ってたんですが、っていうことはもちろんこれは女子アトム級グランプリのことで、でも日本ではライジン38とスーパーライジンは同じペーパービューで見ることができて、で榊原社長がスーパーライジンの方が世界的に50万件ペーパービュー行くかどうか近日発表っていう風に言ってたんで、日本でのそのセット販売の方が実はあんま売れてなかったって意味なのかなという風に私は思いました。ただこの一文から読み取ってるだけではありますが、そして樹がライジンに出るときはいろいろあるときだと思うよ。ずっとワンにいるかわかんない、とんでもないところに行くかもしれない、もうあんま日本に帰らないから、リアルガチに拠点を海外に移そうかな、来年はビジネスビザを取るともおっしゃっておりました。あと今いつき恋バナはシビアだから笑えないよね、のシビアじゃないよね、いつきはそんなこと関係ないよね、本当に話したいけど話せないと言ってました。気になりますね。あとアメリカでもまたタトゥーを入れたそうです。とこで終了になります。元気そうでした。あとやっぱ鼻めちゃめちゃありますね。そしてこちらは最近認知度爆上がり人気急上昇中、鈴木千尋選手、これは自身のインスタのストーリーからで、チャドさんという外国人の鈴木千尋選手のトレーナーをやられている方でいいのかな、に対して、いつもありがとう、スカジャンが欲しいらしくプレゼントと、その画像とともに投稿しておりまして、これ刺繍から見るにかなりいい高いスカジャンだと思います。デザインも細かくてたくさん入っておりますので、なのでこれは鈴木千尋選手からのプレゼントということで鈴活になりますね。そしてこちらは次回のライジン39に出場するブレイブジムから芦田貴弘選手と武田浩二選手、
芦田貴博選手がインスタで武田浩二選手の写真とともにタケポンと出場3回目と投稿しておりました。武田浩二選手、浩二選手ですよね。ここではタケポン一人 K1 ファイターだったことも判明いたしました。そしてライジン39でその芦田貴博選手と対戦するのが大沢健二さんジム所属の中田ザーリッチ広隆選手になります。こちらは大沢健二さんの1年以上前の格闘技2通信からになるんですが、面白かったのでいつかやらせていただきたいと思っていましたので、試合の決まったこのタイミングでというところでよろしくお願いします。この時は中田ザーリッチ広隆選手がゲストに来ましてエピソードを語ってくれているという回でして、お金持ちエピソードですね。まずは家族旅行はお金持ちばかりが行くベトナムのダナンやニューカレドニア、高校はスイスに留学していてキム・ジョンイルの息子も近くの学校にいたそうです。セント・ローゼという世界一学費が高い学校とのこと。しかし実家が有名な芸能事務所でお金持ちであることにコンプレックスを持っていて、理由はいろいろやれて与えてもらえてる環境なのに努力をしてこなかったからだと。なので一番言われたくない言葉はバカボン、バカなボンボンの略のバカボンだそうで、芸能事務所の人たちも僕が甘やかされて育ったことを知っているので裏でバカボンとそう言われていたんですが、知ってたけど言い返せなくて悔しかったですと。でこの頃はまだそういう話をしたがらない中田選手だったんですが、パンクラスで大一番をものにしたことで、多分これクレイジービー田村一世選手に勝った後かな。で勝ったので今回のこの格闘技2通信に出演できますよということにもなってた回だったと思います。なので今は恥ずかしくないことをやっているという感覚があるので、カミングアウトできる、乗り越えましたと応援したくなりますよね。そして実家はお金持ちだがご両親がしっかりしているので、中田選手にお金は回ってこず、よくハーツの会費も滞納している、お金なくて…てんてんてんと、はい、繰り返しになりますが応援したくなりますよね。でも家に帰ればいいものが用意されていて、いいものを食べてるそうです。あと長男だそうです。お父さんは結構怖いと言われているタイプの人だそうです。やっぱそこまで成功する人っていうのはそういう感じなのかもしれないですね。そして実家がもともと地方から出てくるモデルのコーラを内弟子のように寮のように住まわせていたようで、お母さんがご飯を作り同じ釜の飯を食うという環境で、そこで演技の話をしたり、常に一人二人いて、多い時は5人ぐらいいて一緒に生活をしていて、今では有名な人もいるようで、人にその話をすると夢のような生活しているなとよく言われていたと。はい、一気に応援したくなくなりましたね。そして大沢健二さんのジムに入った経緯としては、次世代石原裕次郎オーディションというものがあったらしく、そこでグランプリを取った神田城さんという方と、もともと中田選手が友達で、でその中田選手いうところの城がもともと大沢健二さんのジムに通っていて、それでついて行って一緒に練習したらボコボコにされて、でも大沢健二さんの教え方がすごい上手くて他で教わったのとも全然違うと思い入りましたと。そして大沢健二さん曰く、中田選手も神田城さんも女の子の遊び方が相当やばい時があったそうで、中田選手がその時の話をちょっと言おうとしたら、大沢健二さんはそれは本当にやばいからお前マジで言うなと制しておりました。はい、何でしょうか、タレント複数系とかですかね、わかりませんが。で中田選手今はどうかわからないんですが、その当時はまだ成長途中だったからか、試合で選択肢をいくつも与えてしまうとおろおろし始めて、実力を発揮できず目がしょぼしょぼしだしてパニックになってしまい、しかしながら逆に目的を一つだけ与えて、あれやってこいとだけ言って送り出すと、マシーンのように忠実に任務を遂行してくるタイプだったようで、中田選手は小さい時から算数とか分かんなくなると頭がうわーとなってしまうタイプだったんですよと。あと方向音痴で Google マップがない時代は駅から2分のところを1時間かけていた時もあったのだとか。なので車の運転は危ないので1回ぐらいしかしたことがないと。でこの時丸山ゴンザレスさんもいて、じゃあ寝技とか覚えないんじゃないですかと言うと、大沢健二さんそういうことは言わないでくださいと観光令を敷いておりました。芦田貴博選手といえば寝技も得意な選手ですが、ただ中田選手大沢健二さんに
お前苦手なものから目を背け続けてでもいつまでも変わらないから向き合えと言われ、実際にそれで成長を実感していますと、大沢健さんはできないならできないなりに取り組み方を変えたり、ゴールまでの道のりを変えてみればいいんじゃないかとは言ったねと。いい親分ですね。あとこの時はまだ中田ザ・リッチになる前で、ザ・リッチにするかもう一つの候補中田坊ちゃんにするかどうしようかというところで議論も行われておりました。そして大沢健二さんいきなりおもむろに中田選手に今度家行かせてよと、仲良くなり始めた友達みたいなことも言っておりました。今はもう一軒家ではなく寮制度は廃止されていて、現在はマンション暮らしのようです。あとこれは当チャンネルで以前一度やらせていただきましたが、中田選手の別荘の近くに安倍元首相が住んでいて、中学大学改正の先輩なので何度か話したことがありますと。改正ですって。で中田選手、でも自分が育ってきた中ではもっとすごいご家庭の人が多かったので自分ではよくわからないです、むしろ周りがすごすぎてうちしょぼいなと思ってましたと。はい、中田選手曰く、これまでの人生で勉強もちゃんとやらず楽しいと思って続いていたものがなくて、といっても改正入ってるんだったら十分すごいですけど、そして初めてそう思えたのが格闘技で、初めて UFC を見に行った時に鳥肌が立ちました。親には自分のやりたいことをやれと言われていて、家業を継げとは言われたことがないですと。そして今まで食べたものの中で一番美味しかったものはフレンチの食前に出てきたオリーブオイルで作られた手の込んだスフレだそうで、ちょっとねそう言われても想像できないんですが、私たち一般庶民には。いやでもフィリピンでコウモリとかも食べたことありますし、マックも食べる、マックの中ではナゲットが一番好き、町中華のチャーハンも好き、美味しいものが好きです。あとは YouTube の企画でオタク訪問やろうかとか、佐藤映像さんに中田選手のピックアップの時期待しているという話をしておりました。なので中田選手の今回煽り映像楽しみですね。そして一つ前の彼女はウクライナ人で、友達の紹介でその子とは知り合って、性格がすごい変わっててでも気があったんですよねと。他に今まで付き合ってきた外国人女性は韓国人ブラジル人結構いますよと。でもそのウクライナの彼女と付き合っている時に格闘技と両立できずに負けてしまい思うところはありましたと。これがきっかけで別れたとウィキペディアには書いてありますね。あとはアンダーヘアは外国基準に合わせカミソリで処理してる派のようです。蒸れないし剃ったことで後悔したことはない、いいことしかないそうです。この時丸山ゴンザレスさんもいたのですが、丸山ゴンザレスさんもそうしているらしいです。中田選手は女性にもそうしてもらえると嬉しいですと、みんなでキャッキャして最後は男子校乗りになって終了していきました。そしてこちらは昨日の秋山義弘選手のツイートで、久々の清原さんとの食事、相変わらず楽しい時間、遅くなったなごめんと、勝利のお祝いで黒子のカバンを、ブランドものですね、秋これに野菜を入れろよと清原さん。野菜？清原さんのイメージはそうらしいと。はい、すいません、邪推するわけじゃないんですが、野菜って隠語で大麻のことでもありますが、もちろんそういうわけじゃないですよね、失礼いたしました。そしてこちら私見落としてまして、数日前のニュースになります。グラップラーバキ実写ドラマ化決定ですって。主演はネットでバキに似ているとよく言われている剛力彩芽さんではね、もちろんなくて、那須川天心選手の友達でもある横浜流星さんで、バキといえばジャックハンマーに似ているとひっきりなしに言われている UFC ファイター木下優作選手でして、そのニュースに対して準備できてますとツイートしております。さらにそれを我らが貴健心選手引用リツイートして、ジャックハンマーが背を伸ばすための手術をオマージュして骨切って伸ばしましょうとノリノリで喜んでおりました。はい、バキ本当人気あるな。やっぱそのジャンルで1番になることが重要なんですよね、2番じゃダメなんですよ。そしてこちらは朝倉海選手がもう今まで3回賭けに当たっているから、食べようかどうしようか悩んでいる時に、当たんないから大丈夫だよ食べちゃいなよと言って、実際には自分の方が当たってしまった、うう辛いと投稿していた庄司選手なんですが、昨日ですね、これは料理研究家の方か誰かが柿丼の画像をアップしたところ、そこに食べたい笑い
まだ食べられませんが笑いと投稿しておりました。はい、苦しんだばっかで、普通喉元を過ぎればで結構時間が経ってまた食べたいっていうのはわかるんですが、昨日の今日でもう食べたいようです。はい、これはですね、こういう方がいるので、フグとかも毒がたくさんある箇所、どこが食べてよくて悪いかっていうのが分かって、今私たちが安全に口に入っているんじゃないかなというふうに思います。懲りない人たちのおかげというところで。そしてこちらは大島沙織選手のツイッター。山の中で生まれ育ったけど極度に寒いの無理、試合が終わったら春まで冬眠する。わかります。私も2月に生まれたんですが、寒いの極度に無理ですので、多分そういうのあまり関係ないようですね。そしてこちらパンちゃんリナ選手、昨日友達と外で待ち合わせしてたらしいんですが、寒かったですもんね。その後一人で18品頼んだ笑い、結局外で1時間40分待ってたけど限界で一人居酒屋と。はい、2つおかしいところが入ってますね。まず外で1時間40分普通の人だったら待てない、あと一人で18品頼んだところ、しかもエビのアヒージョとか焼きそばとか国産地だこの釜飯とかがっつり言ってるメニューなども添付されて投稿されております。はい、というわけで本日は以上となります。このまま終わっていこうかと思います。特にですね、チャンネル登録通知をポチッとオンにしてもいいんですが、30分聞いていただいた方は高評価忘れずに押していただけるとありがたいと思っております。また聞いてね。